では、今回は、文系の方でもわかる圧力鍋の仕組みのお話していきたいと思います。極力、数式は使わずに説明するので、まあ、物理が苦手だった方も、ぜひ最後まで見てみてください。まずは、圧力と温度の関係性のお話を先にしたいと思います。左に書いてあるのが、これ、富士山の簡単な絵です。地上にいる人と、頂上にいる人、二人書いてあります。まず、地上にいるとき、空気の圧力、大気圧っていうんですけど、 その時の気圧の大きさが1気圧です。この1気圧の時の水の沸点、水が沸騰する温度ですね。沸騰する温度、皆さんも知ってると思うんですが、100度です。まずこれが地上でのお話ですね。1気圧で沸騰する温度が100度になります。そこで、富士山の頂上にいる時なんですけど、まず気圧は下がります。約0.6気圧です。 頂上に行くと気圧に下がるのが、まあ、簡単なイメージだと、頭の上にある空気の量を考えてもらえばわかると思います。地上にいるときは、ここの頭から上までですね、大気圏までの空気が頭にドンって乗っかってるイメージです。それに対して、富士山の頂上まで行くと、頭の上に乗る空気の量、ここの高低差分、減るのわかりますかね。ここの頭のてっぺんから、この地上にいる人の頭のてっぺん、この分の空気の量が、 この頂上の人には乗っかってないので、頭の上に乗る空気の量減ります。つまり、空気から押されるパワーが減りますよと。それが頂上に行くと気圧が減る原因ですね。で、この気圧が減ると、水が沸騰する温度が変わるんですけど、0.6六気圧の場合、沸騰する温度が約87度まで下がります。この沸騰する温度が下がるせいで、 例えば富士山の頂上でカップラーメンとかを食べようと思っても水が100度まで温度上がらないのでカップラーメン硬いままだったりあとはお米を炊こうと思っても水の温度が100度まで上がらないのでお米の芯が残っちゃったりします要はうまく調理ができないのは沸騰する温度が100度まで達しないせいなんだなっていうのは基本事項としてぜひ覚えておいてくださいちなみに今気圧が下がったら温度が下がるって話だったんですけど逆に気圧を上げれば 水の沸騰する温度を上げることもできます。例えば1.6気圧の場合、水の沸騰する温度は113度まで上がります。まずはこの気圧と温度の関係性だけ一応まとめしておきます。圧力が大きいと、水の沸点、沸騰する温度は高くなります。沸点は高いです。逆に圧力が 小さい場合は水の沸点、沸騰する温度は低くなります。この二つ、まずは覚えておいてください。で、これを応用させたのが圧力鍋ですね。まずこの圧力鍋、簡単な絵の説明だけ先にしちゃいます。左が、まず調理前なんですけど、絵はかなりざっくりしてますが、ここに重りが乗っかってて、中のこの機体の部分ですね。ここの圧力がどんどん大きくなっていくと、 空気が重りをこう押してって、ある設定した値に足したら、この重りがポンと持ち上がる仕組みです。ちょっとした圧力じゃ重りが重くて持ち上がらないんですけど、ある設定値を超えた瞬間からポンと持ち上がる感じですね。で、一応ここに安全面はついてます。そこでこの圧力鍋なんですけど、蓋をせずに、ここ密閉せずに、この水を加熱して沸騰させたら、もちろんここの地上と一緒ですね。 100度になったら沸騰を始めます。ただし圧力鍋の場合は、ここを密閉して重りを乗っけることで、通常よりも圧力が上がる状態にしてあります。つまり、100度になっても沸騰しない状況の完成です。でどこまでも圧力が上がるように、この重りをめちゃくちゃ重くしたらさすがに危ないので、ある程度になったら重りがこうやって持ち上がって、設定値を超えることはないように調整はしてあります。これが簡単な圧力鍋の仕組みですね。 重りを乗せることで圧力を通常時よりも上がるようにすると。で、安全のために設定値を超えたら重りが持ち上がって、それ以上圧力が上がらないように空気を逃がしますよと。これで100度以上にすることで調理時間を短縮します。一応それのまとめだけしておきます。密閉して圧力を大きくすることで水の温度が超えられるようにして 短時間で調理できる。まあ、100度を超えた温度で調理するので短時間で調理が終了します。これが圧力と沸点の関係性を利用した圧力鍋の仕組みになります。で、一応最後に注意点があって、この水、まあ、水分を水蒸気に変えて圧力を高めなきゃいけないので、水がないと圧力は大きくできません。 なので、水がなかったり、水分を含んでないものには、この圧力鍋の効果、発揮できませんね。なので、圧力鍋の存在は知ってるよって方も、水分を含んでないと、効果が発揮されないんだなっていうことは、一応注意事項として覚えておいてください。今後も、このように数式を使わずに、身の回りにある物理の解説、文献の方にもわかるように、ざっくり説明をしていきたいと思うので、よかったら、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。 では、今回は以上です。